皆さん、こんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは38課の本文、消したいものの2番です。前のビデオでの単語の説明をしていますから、よかったらそちらを先に見てくださいね。では、まず最初に、ここにこの可愛いツリーがあるんですけど、これこの間ビデオに撮ったんですけどね、いただいたクリスマスツリーをここに一緒に、撮りたいと思ったのでここに置きます。この辺りがいいかな。ここですね。どうもありがとうございます。これぶら下がって大丈夫かな。これ電気つけられるんですよね。ちょっとつけてみようかな。ピコ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 させておきます。大丈夫でしょうか。はい、ではですね、これはですね、教科書ですね、メインの教科書、新海地大河でヤプンユで、ダージャーダルーユで、みんなの日本語のこの38課ですね。38課で、のはのがのを勉強した後で読むやつで、これがメインの教科書で、リーディングブックはこちらです。これですね、読本編ですね。こちらのもう一つの本ですから気をつけてください。よかったらこれ本屋さんで買ってみてくださいね。これね、じゃん。今日はこれを読んでいきます。ではいつも通りまず全部読んで、でそれからここにメインポイントをね書いておきましたから説明したいと思います。では一緒にシャドーイングをしながらね、と私のこれ YouTube を止めないで流します。 Keep on running。 そしての聞こえた単語ですよね、聞こえたキーワードを繰り返したり、全部聞こえた人は全部話してみてください。同じリズムで高さで、それから助詞にあまりテンスを入れないで、例えば私は日本語の先生ですみたいな、そういう話じゃなくて私は日本語の先生です、私はってね、と助詞が前の単語に入る感じ、一緒に読む感じを意識してくださいね。では一緒に読んでいきましょう。本文、消したいもの。あなたが一番消したいものは何ですか？鉛筆や消しゴムを作っている会社が日本人1000人にアンケートをした。いろいろな答えがあった。一番多いのは男の人も女の人も今までにした恥ずかしいことだった。恥ずかしいことを消したいと思う人は100人以上いた。恥ずかしいことの中には授業中寝てしまって寝言を言ってみんなに笑われた。学校の大切な式で司会をした時ズボンのチャックが開いていた。雨の日に道を歩いていてマンホールに落ちてしまった。たくさんの人が見ていたなど若い人の例が多い。年を取ると恥ずかしいことがたくさんあってきっと思い出すのが大変なのだ。男の人が消したいもので2番目に多いのが銀行や人から借りたお金。3番目が悪い政治家だった。女の人の答えで2番目に消したいのは顔にあるニキビやシミなどで、3番目は体の脂肪だった。学校に通っている子どもたちが一番消したいのは学校の成績。次に入学試験。3番目が恥ずかしいことだった。他に今までの人生、病気、年、失恋などの答えもかなりあった。また禁煙の約束、主人のゴルフの予定、結婚の約束をした恋人、嫌いな課長の髪など面白い答えもいろいろあった。何でも消せる消しゴムを発明したらきっとたくさん売れるだろう。でも気をつけた方がいい。嫌いな人を消したいと思っている人もいる。はい、どうでしょうか。ではですね、解説、説明ね、していきたいと思います。皆さんこれ、皆さんは消したいものがありますか？
私にもなんか少しだけ消したいものがあるけれど、なんか例えばなんか大やっぱり大失敗をした経験ですね。ここでね、一つね、シェアしたいことがあります。皆さん、日本の人はとても恥ずかしがり屋だと思いますか？恥ずかしがり屋ってシャイね。日本の文化ね、マンファーね、like 文化、カルチャー、日本の文化を研究している先生の研究でね、すごく有名な先生がいるんですけれど、その先生の研究で、日本は恥の文化だね、the culture of kind of feeling shame, the shameful というのがありました。で、これは自分がのきちんとできない、 cannot do things properly とか、例えば自分が未熟だから、 immature ね、自分が未熟だから、だから他の人に迷惑をかけてしまうこと、 giving trouble to other people。 日本の人はとても恥ずかしいと思う人が多いですね。で、だから外国の人と日本の人では、日本の人は失敗をした時とか自分ができなかった時に本当に恥ずかしいと思う人が多いような感じがします。私もね、そんな風に思いますね。なんかそれでね、なんか日本人の人は一生懸命働いたり、なんかすごくマナーが良かったり、礼儀正しかったりするのかもしれませんね。じゃあね、ここ解説読んでいきましょうね。では、こちら見てください。まずね、やですね。鉛筆や消しゴムなど。これ、やなどよくセットでね、やりますけど、これ、鉛筆等とやは何が違いますか？そうですね、そう。私のビデオでは何回も説明していますけど、やというのは例ですよね。examples。で、というのは、すべて、ね、全部言うときに使います。例えば、ここにね、ペン、いろいろなペンが よく使いますね、これね。で、もし、例えばね、2つだけありますね。2本だよね。only two pens。じゃあ、青と黒があります。青と黒があります。またはこれで3本あります。そしたら全部ね、とってね、赤と青と黒があります。じゃあ、すごくたくさんあるときに、ここで黒や青があります。黒や青などがあります。なので、だんだんのエツセトラですよね。じゃあ、もう一つ、よく使うのは、このとかですね。とかは必ず、後ろにもね、絶対にこれつけてください。で、鉛筆とか、消しゴムとかを作っている。で、このとかは、もっとカジュアルな話し方です。日本の人が、会話するときにね、よく使うのですよね。とか。とかの方がずっとカジュアルで、あれとびもうブロークンね、イメージね。で、やーなどはもうフォーマルです。でね、次行きましょう。一番多いのは、これはね、この第2パラグラフだよね。セカンドパラグラフね。第2段落、一番多いのは男の人も女の人もってね。で、これ、一番多いのというのは、ここでは答えの意味だよね。の、なんか英語の one。または、広東語とかだと、だ、ね、で、ね、で、ジョイドーゲ、ね、で、ついどうだ、ね、で、だ、と、the most one、ね、だ、一番多いよね、のは、と、何々です。これ、名詞の代わりですよね。ここでは、答えですよね。the answer、reply ね。答えのことを言っています。ね、なんで、一番多い答えは、ね、恥ずかしいものでした。でね、次です。これね、私の香港人の学生さんで一番多いな、ちょっとティピカルなね、間違いなので気をつけてください。これね、both A and B。男の人も女の人も、もうになります。ここね、とにはできません。男の人と女の人もはできません。ダメです。いつも必ず男の人も女の人もと言ってください。both A and B。それから次ですね。と思う人だね。じゃあやん、じゅえだ、じゃあやんだれんだね。こんな、ね、ガムヨンゲヤンだね。は、と100人以上いた。で、この以上ですが、以上は
100人は以上ね、100人は入りますか ?Is it including 100 people? あの、seems like ね、あの、from my understanding ね、中国語では以上は100は入りませんね。そうですか、大丈夫。間違ってたら、if I'm wrong ね、ちょっとあの、please leave a comment for me ね、to help me ね。あの、なんか私の中国語の先生は、あの、she and he, both ね、teacher ね、told me ね、100人以上、だから、100以上は不包括100、それどういうの?わかりません。ちょっと、あの、うん、我可能是记错了。でも、日本語では100人以上は100が入ります。ですから、例えば、なんかあの、日本で、なんかイミグレーションとか、例えば何か、ホテルのサービスとか、いろいろな時のこう説明でね、エクスプラネーションね、以上とか以下がある時には、including that number ね、気をつけて。で、100人以上いた。ここで、ここに助詞が入りませんよね。これ、リアンツね、助数詞の後ろ、ここ動詞があって、で、ここに助詞が入りません。なんか、がとかでとかね、ありません。気をつけてください。そしてね、次へ行きましょう。とね、次はですね、こちらですね。授業中、寝てしまって、授業中の中は、during だね、during the class。In the middle of a class ね。で、授業中、寝てしまって、と、てしまいますは、これ、てしまい、残念失敗ね、ここでね。I fell asleep. I shouldn't have fallen asleep. でも、寝てしまいました。I fell asleep. みんなに笑われた。これは、by everyone ね。みんなに笑われた。これって、passive voice だね。So, being laughed by everyone. みんなに、笑われてしまいました。で、今度次行きましょう。チャックが開いていた。で、開いていた。これ、開きます。自動詞、他動詞。そう、これ自動詞だよね。で、自動詞の定フォームいますか、状態ね。そう、チャックってこれ、zip だね。そう、zip was open. で、状態ね。状態。It's status ね。It's not it opened itself. More like, it was open. 状態です。次です。道を歩いていて落ちてしまった。これも同じだよね。手しまいました。ここ同じ。手、落ちてしまいました。So I dropped into the hole. ね。落ちてしまう。あ、すごい危ないですね。で、あ、これ、あともう一つね、このを気をつけてください。公園を散歩しますのをね。例えば道を歩きますとか、例えばなんだ、うちの近くをジョギングしますとかを使いますね。で、年を取ると、これを何回も見てるよね。この、との前は何形?との前は、そう、辞書形だよね。辞書形と、で、ジャイアンツを、自由、you do this, then のタイプね。そう、when you get old, then だね。と、たくさんあって、あのですね、恥ずかしいことがたくさんあって。そう、あの、when you get old ね。You have so many things you feel ashamed of, like so many experience. たくさん経験があって、でもあの you don't really あの何これあの cannot even remember で、きっと思い出すのが大変で、これはきっと思い出すのが大変。これ新しい文型だよね。何々する辞書形のが大変です。ここさどうしてがですか？これは大変が形容詞だよね。大変な、大変なでがですよね。助詞の目的語。adjectives, object, always with が。ね、例えば、好きなな形容詞。チョコレートが好きですとか、背が高いです。very tall とかね。香港は物価が高いですとかね。で、がを使いますよね。で、adjective の object ね、が。で、思い出すのというのはこれは make it, turn it into noun ね。名詞にしてるんだよね。So doing something, like to remembering ね。remembering should be, きっと eating とか should be ね。きっと大変なのだ。のだは、うんですね。大変なんです。ね、うんですののだ、同じです。これはののをキャンセルしたうんになりますかね。これ同じで説明していますよね。エクスプラネーションね。で、もう一つ言うと、ここの手、たくさんあって、これは理由ですよね。It's reason ね。Because,
like old people でね、年を取った人に、何歳から年を取ったって言うんでしょう、怖いね。年を取るとたくさんあって、when you get older ね、で、you have so many things to remember, so should be difficult to remember ね、こんな感じです。次、学校に通っている、これ通います。にですけど、には対象ね、どいしゃんだにね、どいじょんげにね。で、このに通うなんですけど、皆さんのこれ、行くの意味ですよね、to go の意味ね。で、行くの意味なんですけど、通うはどんな時使うと思いますか？行くと通うの違いは？うん、出てきたかな？あ、ちょっとすいません、お茶飲む。うん。うん、多分それ、分かってますよね、多分ね。行くというのは、一回、行くという感じですね。でも通うというのは同じところに to the same place 同じところに目的を持って should have some certain purpose です。目的を持ってそして2回3回4回何回も行くときです。だから通う場所はすごく少ないです。例えばね、1番学校に通うで会社に通う、まあ、だけど通勤って言いますけどね、会社に行くことね、会社に通う、あとね、教会、じゃあ、ほえ、ガオウイ、チャーチね、go to church, as a Christian ね、毎週日曜日、教会に通う。あと、病気の人ね、病気の時に、ね、病院に通います。一回じゃなくて、何回も何回も行きます。病院に通います。あと、もう一つ、例えばね、彼のうちとか、彼女のうちとか、ボーイフレンズホーム、ガールフレンズホーム、ホームね。で、彼や彼女のうちに通います。コミュニティですね。で次ですね、気をつけた方がいい、これね、た方がいいだよね。これって例えば、うん、赤と黒、例えば赤と黒とどちらがいいですかってね、 Which do you prefer? Which is better for you? I prefer red ってね。でね、赤の方がいいです。名詞の時はこの方ってじゃあ bien でね、じゃあ bien、じゃあ反面ね、じゃあ bien、じゃあ bien ってどちらってね、こっちの方、こっちの方、This side, this side ね。で、どっちがいいですか？赤の方がいいです。I like this side better の感じ。で、名詞の時は、方は名詞ですから、名詞の名詞でね。名詞の方、赤の方がいいです。動詞の時には、例えば、そうですね。例えば、運動します。エクササイズね。運動しますと、運動しません。どちらがいいですか？運動します。運動しません。運動した方がいいですか？しない方がいいですか？と言います。で、まあ、運動だから運動した方がいいですかね。今だね。いいです、いいです。そうですね。どうでしょうか？他にね、もうちょっとだ。すみません。時間が、もう18分。他に気をつけた方がいいのは、例えばね、ここの下のとこかな。きっとたくさん売れるだろう。売れますは自動詞ですよね。他動詞は売ります。商品ね、シャンピン、ね、ション版ですか、プロダクト。商品を売ります。で、商品が売れます、自動詞。で、大体いつも、物が売れるという時には、そうね、たくさん売れる意味で使います。It sells very well の意味でよく使う。例えば、香港のコンビニでは、多分ね、香港のコンビニで何がよく売れるかな？多分、水かな。香港のコンビニでは、ソフトドリンクや水がよく売れています。そうですね。でね、次ですね。もう一個これね。何でも消せる、ね。消せるは消すことができる。可能形ね。can erase。何でもそう。ま、言えと、ほいちゃげ。とね。whatever you can erase ね。anything you can erase。何でも消せる消しゴムを発明したら。if they invent。ね。if がね、たらですね。きっとたくさん売れるだろう。このだろうはでしょうの意味ね。でしょう。因語意ですよね。きっとでしょうで、ワンセットね。きっとだろうね。So it should sell very well ね。それからこれ、気をつけた方がいい。嫌いな人を消したいと思っている人もいる。もういる。ガムヨンゲヤン、どうやお。じゃあやんだれん言えよ。This type of person also exists. Means some people are like that.どうでしょう、すごく急いで説明してるからね。またクラスの時にね、詳しく、We go more in detail ね、詳しく一緒に勉強しましょう。よかったらこれ、シャドウィングをしたりとか、で、この説明機でちょっとマークして、わからないところをアンダーラインして授業に来てくださいね。はい、じゃあまた次のビデオで会いましょう。次はですね、
このね、38、消したいものの次は、ここにね、クイズがあるから、こんな感じでね、これかな。これとこれをやっていきたいと思います。じゃあ次のビデオで会いましょう。よかったら、いいね、押してくださいね。プチッ。どうもありがとう。じゃあね、バイバイ。